平成24年台風第4号は、2012年6月12日に発生した台風である。進路図2012年6月12日15時、カロリン諸島付近で台風4号が発生し、アジア名、グチョルと命名された。命名国はミクロネシアで、ウコンを意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ブッチョイと命名している。 台風は太平洋上を西に進み、フィリピンの東で進路を北に変えた。南西諸島の東をかすめるように北東に進み、強い勢力を保ったまま時速 65km から 70km という、速いスピードで6月19日午後5時に和歌山県南部に上陸。6月に上陸した台風としては2004年以来8年ぶりで、 観測史上7番目に早く上陸した台風となった。上陸時の中心気圧は960ヘクトパスカル。最大風速は秒速35メートルで6月に上陸した台風としては統計を取り始めた1951年以後で最も強い勢力であった。島半島を縦断後一時伊勢湾海上に抜け、勢力を落とすことなく、同日20時に 愛知県東部に最上陸。中部、関東、東北南部を北東方向に縦断して、太平洋上に抜け、20日午前9時に温帯低気圧となった。その後も温帯低気圧が伴っていた前線によって、前線が温帯低気圧から分離した後も含めて、前線と前線上に発生した別の温帯低気圧による大雨となった。 和歌山市での豪雨浸水や平成24年梅雨前線豪雨、九州北部豪雨の要因となった梅雨前線も、この温帯低気圧に伴っていた前線と同一の前線である。この台風と台風から変わった低気圧と前線が激甚災害に指定された。19日3時から20日9時までの総降水量は、各地で200ミリを超える雨が降り、特に 三重県滝群大台町宮川で405.5ミリ、静岡県伊豆市天城山で363.0ミリを観測し、24時間降水量では三重県をはじめとし、静岡県や山梨県、茨城県など各地で6月としての局地を更新した。風は東海地方や関東地方の沿岸部、伊豆諸島を中心に、風速秒速20メートル以上の非常に強い風が吹き、 被災大風速は東京都三宅村坪田で秒速29.3メートル東京都江戸川区江戸川臨海で秒速26.1メートルなど6月としての局地を更新した日災大瞬間風速では千葉県千葉で秒速38.1メートル神奈川県横浜で秒速35.6メートルと6月としての局地を更新したありがとうございます